迎回到我的频道。こんにちは、キコです。大家好、我是キコ。最近ですね、前髪を久々に切りました。やっぱりね、前髪があると落ち着きます。最近我剪刘海了、还是有刘海比较有安心感。今日はですね、中国人がよく使うフレーズ、まあ挨拶文句みたいな感じなんですけども、ご飯にまつわるお話を一つしたいと思います。中国人はね、ご飯を食べるのにね、とっても熱心で、よくね、下次我带你去吃好吃的とか、我请你吃饭って言うんですよ。それはですね、我带你去吃好吃的っていうのは、美味しいご飯連れてってあげるよっていう意味で、我请你吃饭っていうのは、ご飯おごってあげるよっていう意味なんですけど、本当にね、挨拶文句のようにね、よく口にしますね。我们中国人通常会说、啊、下次我带你去吃好吃的，或者说我请你吃饭，像客套话一样，我们常常会说这些。本当にね、挨拶かのようにこういったフレーズを使うんですけれども、まあ、とにかくね、食べるの大好きなんですよ。ちょっとね、そこの食文化みたいなところで紹介したいなと思います。日本では友達同士とかで、今度遊びに行こうって言ったりすること多いと思うんですけど、実際こう遊びに行くバリエーションが結構豊富な気がするんですよね。ご飯行ったり映画館行ったりっていうのもあると思うんですけど、最近だと、なんだろう、チームラボとか、まあ、ディズニーランドとかも割と身近なテーマパークとしてあると思うんですけど、中国の場合、特に上海に住んでいた時は、遊びに行こうって言ってもあんまりバリエーションがなくて、イコールご飯食べに行こうっていう感じが主流でした。まあ、映画館もあるし、最近はね、ディズニーランドも上海できましたけれども、やっぱりね、若者たちはあんまり遊びに行ったりすることもないので、まあ、ご飯食べに行こうっていうことが多いですね。通常在日本、朋友们之间说、我们下次出去玩、其实他们有很多选择。除了吃饭啊、看电影、还有一些什么逛街、除了吃饭、看电影、逛街之外、还有迪士尼啊、还有各种体验性的游戏什么的。在中国，我们说我们下次出去玩，通常会选择去吃好吃的东西，是不是？所以我们才会说，我带你去吃好吃的，或者我请你吃饭。で、結構ね、あの、中国ではご飯おごってあげるっていう風に言ってるくらいなんですけど、本当におごるんですよ。あんまり割り勘っていう習慣がなくて、まあ、今回私がおごるから、じゃあ次回あなたがおごってみたいな、そういう感じでざっくり割り勘っていう風になるんですけど、一回一回をこう割り勘っていうことはあんまりしないかなって思います。在中国通常说我请客、真的会请客。很少会 AA 制这样子的，比如说这次我请你吃饭，下次你会请我吃饭，是不是？そして中国ではご飯をね頼むときは結構多く頼みます。食べきれないくらい頼みます。まあ、それはご飯をおごるっていう習慣があるので、おごられる人が食べ足りないっていうことがないように、失礼がないようにたくさん頼む、足りる足りるみたいな、いや足りてるんだけど結構たくさんオーダーしてくれます。而且通常我请你吃饭的时候我会点比较多一些，怕你吃不饱，是不是？特にこうレストランとかでご飯を食べたりするときはたくさん頼むと余ってしまうので、きちんとそこは持ち帰りっていう文化もあります。結構あの食べ終わった後に、あ、これちょっと持ち帰りたいから、持ち帰り用のタッパとかくださいとかっていう風に言ってます。そこは別に持ち帰ることに恥ずかしいっていうのは特になくて、その場でたくさん頼んで余ってもちゃんと持ち帰るから気にしないで食べてっていうような感じですね。就算点多的也没有什么关系。我们通常会打包回家，是不是？不会浪费的。もったいなくないですしね。カルチャーショックなんですけど、中国はね、びっくりするくらいみんな、してます。
次再见啦。チャンネル登録もよろしくお願いします。